最小限、第二発電所は、福井県大野市西門原にある、北陸電力株式会社の水力発電所である。九ず川本川にある発電所の一つで、最大出力7 2 0 0ットにて、運転されている。運転開始は1919 19年。最小限、第二発電所は、導水路により、落差を得て発電する、水路式発電所である。 最大使用水量26.41、立方メートル毎秒、有効落差37.24メートルにより、最大7200キロワットを発電する。取水石は1カ所あり、その高さは5.5メートル、長さは47.55メートルである。石には砂岩に、廃砂門、右岸に魚道がそれぞれ取り付けられている。取水口は砂岩に設置。 取水口と発電所を結ぶ、導水路は、総延長2461.9メートルで、全区間トンネルで構成されており、陳謝池の設備もある。発電所上部水槽から水を落とす、水圧鉄管は3畳の設置で、その長さは61メートル。水車発電機も3組あり、水車は横軸にタン流前口フランシス水車を、 発電機は容量2 8 2 0ルトアンペアのものを備える。周波数は6 0ルツを採用。元は水車が電業車製、発電機が芝浦製作所製であったが2004年末時点では水車、発電機ともに日本公営製となっている。発電所建屋は鉄筋コンクリート構造でありその面積は531.5平方メートルである。 福井県出身の実業家、山本城太郎最小限、第二発電所の歴史は、1916年7月に山本城太郎らが水利権を出願したことに始まる。第一次世界大戦により輸入が途絶して価格が、冒頭していた硫酸アンモニウムを製造するにあたり、その電源とするための発電計画であった。同年11月に許可が下り、1917年8月の、 会社設立を経て、同年11月25日に発電所起工式が挙行された。起工後、工事は順調に進んだが、1918年になると8月に水路トンネルの崩落事故、10月には官房の流行があり、一時期工事は停滞した。だが、翌1919 19年6月には、水路関係のすべての工事が終了。 発電所関係でも3台の発電機のうち1台分を除き6月17日に竣工した。そして25日に低新章から仮使用認可が降りた。続いて残光時も完了し、この分についての仮使用認可も11月7日に降りている。こうして完成した最小原発電所の出力は原設計では4 2 0 0ットであったが、 実測の結果使用水量を650立方弱毎秒から950立方弱毎秒に引き上げることが可能と判明。そこで1920年4月に使用水量増加許可を得て出力も7 2 0 0ットへと増強した。送電線は武雄の自社流安工場との間に建設された。したがって最小原発電所の発生電力は主として 龍安工場に送電されたが、越前電気や京都電統福井支社周辺事業者にも供給された、春工後の1920年1月、発電所を運転する北陸電化は、同系の日本水力に合併された。さらに1921年2月に、日本水力、基礎電気工業、大阪送電の合併で、大同電力が成立した。この結果、最小原発電所は、 大道電力の発電所となった。1939年4月1日、電力国家管理の担い手として、国策電力会社日本発送電が設立された。同社設立に関係して、大道電力は、電力管理に伴う、車載処理に関する法律第4条、第5条の適用による日本発送電への車載管理、支払い義務継承並びに、 車載担保電力設備の強制買収を前年12月に政府より通知される。買収対象には最小限発電所を含む14カ所の水力発電所が含まれており、これらは日本発送電設立の同日に同社へと継承された。ついで、太平洋戦争後、1951年5月1日実施の電気事業再編成では、 出力 7200kW のまま北陸電力へ引き継がれ北陸電力最小限第二発電所となった。ありがとうございます。